鈴原リコは、日本のグラビアアイドル、介護士である。神奈川県出身。すっぴんコンセプトとするカフェに不定期で勤務しており、芸能界デビューのきっかけはスカウト。自分の体型や胸に対して、コンプレックスがあったが、見せ方次第で評価につながることを教えられたことで、グラビアデビューを決めた。雪プロダクション所属。2018年時点、職歴8年目の介護士としても勤務。 2018年10月にイメージビデオを発売。竹書房、キスカ2019年1月号で漫画史初登場を果たす。26歳と遅咲きのデビューだが、過去には地下アイドルをしていたことを告白している。2019年7月14日、発売、集英社、週刊プレイボーイ純木番付2019年夏場所にて、東の関脇に選出。 2020年7月4日、ミスタ主催、ミスジェニック2020を受賞。趣味は散歩、ライブ鑑賞、料理、ラーメン店巡り。隠し事や嘘が嫌いで言いたいことは、はっきり言う。目標とするのは、年齢を重ねても変わらない、石原さとみ。セールスポイントは、全身ムニムニの体と答えている。太字タイトルは、ブルーレイバンド発売。ありがとうございます。